今回は、弾丸論破2クリア実況スレ。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ、弾丸論破2クリアしました。七道明 AI 説当たってしまって震えた。やっぱ二五よハイハイ自殺自殺からあーってなるのがいい。狛江だしね死んでる。これみんななるやつ。お疲れ様。二はラストの展開が少年漫画みたいで熱い異色の作品だと思う。日向と七海のそれは違うぞが好きすぎて最終章めちゃめちゃ周回してた。あの辺のずっと溜まってた感情が一気に解放されるカタルシスはやばかった。七海処刑後の各人のコテージ調べると残留データが見れてうってなる。バグ起きてから亡くなった人のコテージ調べると各自の今はの際の考えっぽいのが見れるのいいよね。小泉さんのみんな笑ってはあかん。泣く。小泉の償いた、チーズ、みんな、笑って、と、トガミの導いて、トガミの、宿命が切なすぎてプレイしててめちゃくちゃ悲しくなった西園寺が小泉に作った祭壇の、一人じゃない、一緒だよも悲しい。アイランドモードもクリアしたのでいい感じです小泉俺のこと好きだろうってガチでなった。絵の順が出てきた時とかビビってしまった。カムクラになった日向はこう、パカッと頭開けたの？正気の沙汰じゃねえだろ。それぞれが才能に振り回された人生を送ってきた2のメンバーのちょっと虚しい感じほんと好き。特に日向、狛江だ、戸上。才能があるからって恵まれているわけじゃないっていうのを痛感した七海が言っていたけれども、もともとそうだからそうしか生きられない。超高校級の人々はそうじゃない人生に一度は憧れを持ったのだろうか。狛江だの執念が怖かった。しかしその執念も江ノ島の手のひらの上というね。むしろ消したはずの七海の執念が最後にどんでん返し起こすのは実に皮肉。ただ、殺し合い修学旅行の一連の流れがあってこそ、日向を筆頭としたみんなの覚醒を導いてたから、狛江田の願いは叶ってはいるんだよな。どっかの考察サイトで見た狛江田はみんなに絶望という試練を与える形で皆の希望を育む存在、そのやり方しかできないっていう考え方は結構好きな考え。狛江田の悪意を誰より信じてるから疑い続けるってモノクマの言う通りある種の友情の形かもしれないよね。日向くんは絶対認めたくないと思うけど、それがなかったら5章で全滅してた。クズ竜が日向んことを相談窓口と称したの本当受けるしガチで才能あると思っている通信簿イベントを見比べると苗木に比べてみんなから相談を受けすぎている。ジャバボック島に移動しただけでまだモノクマが登場してない時点でもしかして殺し合いをって可能性が頭をよぎる凄惨な人生送ってたらそやあなるよこいつ。でもそんな狛江だと分かり合うのに必要なのが友達になることだけって結構エモくない？この顔ほんとくさ。ソニアとかいう黒幕より黒幕ムーブかましまくるしろ。ソニアの黒幕コラを誰も疑えなかった事実。ソニア黒幕説あったの？全く疑ってなかったんだけど。確か、二章のビーチでの集まり提案したり三章で西園寺の着付け関連で関わってたりしたことからの考察だったっけ。二章で裁判終了後に殺人鬼の可能性を提示して話が混ぜ返される。三章で西園寺にライブハウスの鏡を教える。五章で消火弾の使用を促す。全部が善意から来たる行動なのに絶妙に怪しいのかわいそう。ああなるほど。着付けをライブハウスでしたらの提案とか、ビーチで泳ごうっていう提案も全部ソニアさんからだ。言われてみれば本当に黒幕ムーブしている。4章でもガンダムと仲良くしてたし。ソニアさんミスリード要因だからね。そのせいで絶妙に不遇。田中との急なフラグは確かに不自然だったね。ミスリード要因ってことは自分の提案が原因で人が死んでいくわけだから、彼女王女様でしょう？人前では堂々としていたけれど、裏ではそういったことを気に病んでそうで本当にかわいそう。あの時ああしていれば、っていうのを一人になるとずっと考えてそうだ。狛江だって自分のことも自分の才能もゴミみたいだって言ってるけど、その実自分の才能のこと誰よりも信じてるような。くじ引きとか消化剤とか才能ありきだし。いびつなんだよな。才能しかすがるものがないという意味では自己評価低いけど、才能そのものに関してはむしろ絶対の信頼を置いてる。だから自分より一部スキルでは上回る日向も、超高校級クラスの才能がないというだけで徹底的に見下してたし。自分の才能のせいでひどい目にあったから才能を疎ましく思っているけど、才能は希望の象徴で絶対的にいいものだと信じているから、ぐちゃぐちゃな感情が自分の才能にあるのかなって考えてる。狛江田にとっては、確実に事象を引き起こせる、幸運と不運は必ずセット。だから、絶対的な才能ではあるけど決していいものではないっていうスタンスな感じがする。
狛江だなんかすごい印象だが設定的には雑魚なのよね。江ノ島も苗木の運は予測不可能だけど狛江だのは簡単にわかるだし。だって極論、狛江だ洗脳すればいいだけだし。残念ながら別にするまでもないってレベルの雑魚やねん。狛江だがしょぼいってよりちょうちいと入った純子でも理解不能な苗木が化け物すぎるんだが。だってある程度コントロールがつくイコール予想がつくから計算能力高い私様には余裕だけど苗木のワーク運だから自身にもコントロール不可能なので予想がつかないから私様にも計算できないんだもの。今までの考察大体当たってて受ける、殺し合いをさせることで希望の組織に絶望を植え付けようっていう。大衆目的でないような？それは1でやったし、単純な2番戦時はしないと思うんだよね。これとかまんまでちょっと感動した。自分の考察が当たるっていうのは気持ちのいいものですね。5章がすごいばっかり言われるけどやっぱり6章がないと成立しないからな。狛江だが単なる引っかき回したいだけのやつでしたとか人を傷つけたいだけの悪意の塊でしたとかじゃなくて絶望を全滅させるという世界のためになる希望の行為として真面目で真摯にあの5章の事件を起こしたってのは非常に大事だと思う。一の事件は外の人間絶望させるためにあくまでも希望の象徴が自分から罪を犯すって構図が多かったのが、にはとにかく事件起きて誰かし、ねばいいから動機も個人狙い撃ちだったり事件が起きざるを得ない状況にぶち込んだりと力技なのへの順らしいわ。あとは1のクラスメイトは情があったから丹念に舞台を整えたけど、2の奴らは特に思い入れがなかったのも大きい。強いて言うなら日向かむくらぐらい？ゲームやり返したらわかりやすいがピンチの時の苗木って本当に異常なレベルで運がいいからな。江ノ順的にはどうでもいい先輩連中は絶望させた後はまとめて洗脳で雑に終わらせたからな。どうでもいい相手には手札ガン済み手加減抜きの塩試合かまして、大事な相手や重要な局面には手加減して命がけで楽しむ。実に複雑な性癖である。そもそも2のは本人じゃなくてアルター英語だし。4章の事件を起こさない限りは全員ガシだからとか常に自分が失敗する可能性も作る本物ならしないわな。確かにアルター英語は所詮オリジナルを超えられない。ってこと。前作の要素が結構あったのは嬉しかった。まあ2の場合の江ノ島の負けルートは、むしろあそこで全滅されることだし。苗木が本命なのに殺し合い終わっちゃったらさぞ絶望的だろう。でも私様って勝ち格の計画も負け格の計画も実行しない性分じゃなかったっけ？どうでもいいのはやる自身にとって価値あることならいい感じに舞台を整えた後は割となり行き任せ。そういえばアニメの3って評判悪いらしいけど見なくてもいい？ちょっと漁ったらホモボクサーしか出てこないんだけど。絶望編は前日談。絶望編なら見る価値ある？個人的には嫌いじゃないけど、まあ叩かれるのもわかるからなんとも。ただ絶望編の10話は見る価値があるかもしれない。V3 やる分には任意でいいと思う。その後見るんでも前に見るんでも平気な気がする。正直あまり見る価値はないかな。個人的に良かった部分は未来編のキャラが魅力的だったくらい絶望編は2キャラが出てくるけど出番の差とか君キャラ違くない？とか語られてた過去となんか違わない？とか色々あるからうん。11037をパスワードにする苗木くんは普通に重い男。乗り越えずにみんなの思いを引きずって前に進む選択を取った基人だ。やることが一味違う。1の時点では6章でも自分の仲間と夢のために僕を陥れたって回想してた苗木が僕を助けるために残してくれたって言い切ってるのがいいんすよ。虚無状態でペコにもう一度会いたいはもうアウト。大事な女を失った橋塗る。今までよりクズリュウくん好みのペコを演じられるアウト。ペコも通信簿の最後でデートに誘いたいとか言い出す。もう公式クプだろこれ。クズペコいいよね。他の女子メンバーがアイランドモードでそれもう恋仲だろってなる中で、一人だけ日向とは友達止まりになった女だ。すでに心が決まっている。6章で他のクラスメイトが死んだまま生き返るの話に毎回真っ先に反応するクズリュウは切ない。みんな死んでから好きになる生き残るから愛着が湧くそしてみんな好きになる。ほんと苗木キリギリトガミのメンツは頼もしい。これが葉隠れ朝日奈深川が代わりにやってきてたら、ダメかもしれないムードで溢れてた。1も2も V3 も、2章と4章のシナリオが好きだから、たっぷり堪能してもらって感想すれを拝める日を楽しみにしてる。